通り、新しいですね、ビーレジェンドを紹介したいと思います。と言っても、まあ、実はね、あるやつなんですが、このビーレジェンド、そんなバナナとですね、こちらの激うまチョコをミックスすると、もうね、飲んでいただいたことのある方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、チョコとバナナでチョコバナナということでですね、チョコバナナをぜひ皆さんに紹介したいと思います。はい、では早速作ってみましょう。まずお水を 200cc ですね、いつも通り入れます。シェーカーはマッチョ29シェーカーですね。はい、では入れてみましょう。すり切り4杯がね、通常なので、まあこれね、1杯ちょっと山盛り気味に入りましたが、そしてこちらの激うまチョコを同じく1杯2杯と、ういっとね。はい、そしてわあ、いい感じですね。もうなんかプリンみたいになってますね、この上澄みがカラメルみたいになってますが、そしていつも通りドーリングシェイクからのシェイクでね、いただきたいなと思います。あ、これまだですね、今新発売のビーレジェンドノースリーブ着てやってます。まあこれぐらいでいいかな。はい、できました。じゃじゃーん。色はね、もう見ていただくと、もう、そのまま普通にチョコの色ですね。では飲んでみましょう。溶けもいいし、泡も立ちもないですね。いただきます。うまい。今回もうまいですね。いつも通りチョコなんですが、チョコ、あー、なるほどね。この飲み終わった後にバナナのふわーっとこうバナナ感がね、後から出てきます。飲み始めはチョコなんだけど、飲み終わりはバナナっていう感じで、別にね、こう上にこう層があったからそんな風になってるわけじゃないと思うんですが、人の味覚って面白くて、こう口の中でね、感じる順番ってあるんですよ。これ本当です。で、何だったかな、その甘みであったり苦みであったり酸味であったりが、こう口、舌の中でね、ベロの中でどの場所で感じるかっていうのがあって、でどのタイミングでどの味覚が体感としてね、現れるかっていうのがあるんですが、まあ、これはまずチョコの甘みが最初に出て、最後にバナナのこうまろやかさ、こうミルキー感というかほわっとしたまろやかさが最後に出るような感じで、伝わってきます。はい、ということで、ぜひですね、皆さんも、まあ、ビーレジェンドね、いろんな飲み方があるので、また本当いろんな飲み方やっていきたいなと思いますので、お試しください。